おはようございます。今日の話は食べることの進化史というですね、培養肉昆虫食 3D フードプリンターという本を書いた石川さんのですね、石川真一さんの未来の食というブログを書きました。昔の SF 作品の世界で見た未来の食は手に届くところまで迫っています。例えば今食料不足、これからですね、環境問題、いろいろ人類が直面します。その時にですね、本当に大事なのが今これから代替食というのが進んでいます。代表的なものの一つとしてですね、細胞を培養して食肉とする人工培養肉が現実化しています。いわゆるロボット化、調理のですね、スマート化、そんなこともどんどん進んでいます。イギリスの出身のアーサー・クラーク、SF 作家ですね、クラークの三原則というのを言って、十分に発達した技術は魔法と見分けがつかないという有名な言葉があります。ですから 今ですね、培養肉とかですね、代替ミートと言ってもですね、びっくりしてです、まるで魔法のようなことじゃない、 3D プリンター、いうことが思われてしまうと。ですから、そういうことが一番今言われてます。それからあと、もう一つはですね、料理とアート、デザイン、サイエンス、テクノロジー、それが全部くっついてるんだよという話です。3D フードプリンターに注目が集まるきっかけとなったのは、NASA がですね、 3D フードプリンターを開発する企業に多額の助成金を提供した。それはなぜかというとですね、 3D プリントの技術、インクジェットの技術を使ってインクジェットカートリッジにですね、乾燥したタンパク質や脂肪などの主要栄養素や香料などをセットして、ピザなどさまざまな形の食感の食べ物を出力するという。でなぜこれがいいかというとですね、手触り、テクチャーといいますね、 3D ですからちゃんと本物みたいに、で今までの日常食というのは全部ですね、レトルトみたいになってですね、あるいはチューブ食みたいになってますから、宇宙に行く人たちにとってはこれが非常にいい影響を与えています。で、スタートレックに登場するですね、レプリティケーターというのがありますけれども、これもフードプリンターと同じようなものでですね、船内には厨房がないんですね、ということです。じゃあ今日はこれで終わります。